月岡古墳は、福岡県うきは市の若宮古墳群内にある前方後円墳である。墳丘長80メートル、周口を含めた全長は140メートル以上と推定されている。若宮八幡宮境内にあり、前方部を西に向けている。1805年、後円部から縦穴式石室が発見され、多くの遺物が出土した。この時の記録が、当時の若宮八幡宮宮司、安元大井によって残されている。副葬品は代々安元家によって保管され、1961年に国の重要文化財に指定された。現在、吉井歴史民俗資料館に展示されている。後円部に石室の天井石を礎石として、祠が立ち、内部に長持ち形石棺を収めている。この石棺は事前に、資料館へ申し込みをすれば見学できる。1985年より、史跡指定に向けての発掘調査が行われ、前方部に三重の堀が巡ることが確認された。現在まで伝えられているものは、近藤荘真備差付鉄兜1、真備差付鉄兜7、近藤荘すね当て1体、近藤製、小金具、近藤製案、金具、近藤製体、金具、赤部鎧編。炭鉱編、木心鉄板バリリンアブミ三、三角円、二神二重鏡一、獣型鏡二、主文鏡一、鉄剣、鉄属135以上、滑石製薄玉33、切妻型家型埴輪1である。墳形、石棺、副葬品の内容は、機内的な色彩が強く、また旧浮羽軍の旧名が、商用軍であることから、マトシンとの関連を指摘する声もある。国指定文化財等データベース吉井町、教育委員会、月岡古墳1989。ありがとうございます。